はい、どうもこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日は新しいノートを下ろす、この緊張感をライブ感覚でお伝えしたいと思います。買ってきましたのはですね、皆さんよくご存知の MD ノートですね。私はですね、ドット方眼を今回選びました。早速開封していきたいと思います。このようになってる、本来ですね、このノートは日記としてどうかなと思ってですね、買おうと思ったんですが、ノート編成会議を行いました結果、仕事ノートとしてですね、使いたいと決定いたしました。ので、ここに、仕事用としてですね、下ろしていきたいと思います。もうこのノートの良さについては皆さんよくご存知だと思います。糸かがりになっていて、ですからまあこうフラットに開くというところがいいわけですよね。やっぱりこれが、トラベラーズノートと比べると、この平面感がですね、平坦になる感じが、大変ありがたい。トラベラーズノートですと、どうも この辺がやっぱり膨らむんですよね。ホッチキス止めのこともあって。で、書いてると、ペンを離したつもりが紙が上がってきて離れきってなくてちょっと字が乱れるというようなことがですね、まあ、多々ありまして、だけどそのトラベラーズノートの MD ペーパーは大好きという状況もありますよね。そうすると、同じ環境でより書きやすく、また日常的にガシガシと使っていくためにはですね、MD ノートが最適ではないかと。しかも、このドット方眼ですね、非常に淡くて見えにくいんですけども、水色のような色に見えますね。ドット方眼が、打っておいてくれてます。太くなってるんですよね。わかりますかね。まあ何か罫線を引いたりとかっていう時の目安にしやすいということなんだと思いますね。はい。ここにですね、もうどんどん書いていきたいと思います。早速明日差し迫った仕事があるので、こちらの方にですね、測量野鳥にいろいろ書き散らしておりますアイデアといいますか、メモといいますか、これをですね、こちらを元にしてですね、明日の仕事に使いたいなというふうに思っています。初めてノートを下ろすときって緊張しますよね。カメラを近づけました。おっと。マインドフルネスが休憩を取れた。今始めたばかりなんですけどね。はい。さて、初めてノートを下ろすときっていうのは緊張しますよね。レンズと映像、まあ当たり前の話ですけど、それについてちょっとメモを作っておきたいと思っております。はい、どのように使うかですよね。やっぱりこう、大胆に使いたいですよね。こういっちゃうかな。
まだもっと膨らまさなきゃいけないんですね。こう裏を書かないっていうのはもったいないんですが、まだまだちょっと書き込みたいなということで、裏におそらく展開はしていく予定です。まだまだちょっと恥ずかしいような内容ですね。まだ熟考が必要ですね。まあ、これは一般論という感じですね。MD ノート B5 番サイズのドット方眼をですね、仕事的に、まあ、気持ちよく伸びやかに活用しようと、決意を固め、第一歩を踏み出したところです。これでどんどん仕事していきたいなと思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。